織田軍は長篠の一戦で武田軍に壊滅的な打撃を与えた。もののふの時代は終わった。信長は勢いを買って敵対する浅井朝倉の討滅を図る。朝倉は越前の古豪であり、浅井長政は朝倉との同盟を重んじ、妹婿ながら離反した旧敵だった。織田軍は長政の居城である近江小谷城を囲む。長政の散り様を確かめんとする勝家の姿もその包囲軍の中にあった。情愛踏みしなきて義貫いて発力。第3話小谷城攻略戦。時代よ、この柴田が見定めん。この地に浅井朝倉の墓標を刻め。各軍が敵を殲滅し本陣を目指せ。尋常に勝負貴重一番取り。この程度では満足できない。貴重一番取り。見事な腕前です。いざ尋常に勝負。さあここは一番表替えを立てるさ。ファルメはしゃぎは。こいつ様の気持ちを。こいつ様の気持ちなんて考えるだけ意味ねえよ。こいつ様と長政を追い詰めたのはわしらなんだ。ちゃんと終わらせ、ちゃんと見せられる。それでね、貴重は一人取り。ムヌが武功褒めおこう。まずは城より長政に朝倉の滅亡を見せる。信長様、わしに策がございます。してまいる。我が首見事取ってみな。猿を助け、本当は鳥の前に。そう、一体黙ってみなさい。朝倉義景の戦い。こんなものか。敵を見誤るとは不覚。打ち取ったり。達也、くれぐれも無理せぬ。朝倉は滅んだ。次は満足できるよ。勝負。
貴様、討ち取ったり。感服いたしました。なんという奇策！
トレイの本陣を破壊。それが死亡本陣で受け止めてくれ。いざ尋常に手腕ぶっ勝負打ち取ったり。この程度では満足できぬな。そしてどうするもんだ。勝負打ち取ったり。見事な腕前ですね。こんなものか。備前の神長政、いざ参る。この神器振り外せる。炎の風の意地、また一つ炎と消えた。